おはようございます。釣り子 TV です。2020年ちょっと欲しかったワームの一つ、ギルフラットジュニア、これをね一つ買うことができましたので、開封していきたいと思います。まずねパッケージはこんな感じで、4本入りで1200円ということでね、まあ安いもんじゃないですね。まあその代わりこう目がついていたり、このね浮かせるためかな、発泡素材のこういったものがついていたりっていうことで、こんな感じですね。でカラーはねグリパンチャートっていうことでね、なかなかの高級ワームですけども、これのジュニアじゃない方のサイズね、ギルフラット出てから随分経ちますけどね、買って早々結構大きめのバスが釣れたりとか、あとはねこのギルフラットのスイマーですね、あれなんかは毎年なんだろう、なんやかんや55センチ近いねデカバスを、手元に届けてくれたりね、非常にまあ相性がいいというか、本当使い心地がいいワームなので、それの食わせのサイズギルフラットジュニアっていうのが出たっていうことで、これはねゼガヒでもね1個ね、買ってみたいななんて思いまして、買ってみました。でパッケージにはね、ギルフラットに小さなサイズが、小さなギル型ワームが、できたよ、上の、白いフロートは背中から入れてってことですね、浮力調整用ですってことは、目はつけてもつけなくても OK っていうような感じのがここにね、書いておりますが、早速じゃあね一つ出してみたいと思います。ギルフラットジュニア、こんな感じのね肩崩れ防止のケースに入れてくれているので、はーい、バシッと、よし開いたね。まずはこういう発泡素材ね、浮力調整用のがあって、で目玉シールね、こういうのねありがたいですね、やっぱね、なんかワームに目玉つけたいなーなんて思うけど、こう別で買うのもなっていう感じでね、ついついおろそかにしちゃいますけど、まあ最初からこういう感じでね、ついてくれているっていうことで、で4本入りで1個出してみますと、こんな感じ。ああ、こりゃあ、こりゃあ、危険な感じですね。危険が危ないですね。ああ、釣れちゃいそうですね、これは。いや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 、どういう感じ？まあでもノーシンカーで使ったり、浮力調整したり。で、こんな小さいのに、この頭のところに空気室があってね、これで結構泳ぐレンジをコントロールしたりっていうことで、でこの独特なねリブの入り方でね、ここら辺がオリジナルサイズとまたちょっと違ったねリブの入り方なんで、動きなんか非常に気になりますけども、でこのテール案外ね、このテールの形が肝なのかなってね、ギルフラットスイマーとかもね、こんな感じのテールしてるんですけども、やっぱりね、ギル系のワームって大好きで、いろいろなメーカーのいろいろなやつね、投げ比べたりしてますけども、一世のやつはね、なんかね、釣れるんですよね。何とは言わないけど、やっぱね、そんなに相性の良くないね、ギル型ワームとかだと、俺もね、あんまりね、こりゃ釣れんだろうと思って投げてるんだけど、なかなかね、チョーカーに結びつけるのが大変だなんてのがあるんですけど、ここら辺はオリジナルサイズの話でいくとね、もう、なんか、どんな感じだろうって、って投げたら速攻で釣れてくれたっていう思い出があるので、まあこれも間違いねえんだろうなと思ってね、独特な、まあ、素材であったり、まあ、噛んだ後の味とかもいろいろ総合してなんですけども、多分一世の間違いないだろうなということで、楽しみなワームをね、一つ買ってこう開けていじくり回しております。あ、じゃあねまずね重さ測っておきますかね、こう重さね、はい、ゼロ、はい、
じゃあね、一世から新しく出たですね、ギルフラットジュニアですね、これは何グラムほどなのか。 8.6 グラムって出てますね。結構こう小型なんですけども、単体で 8.6 グラムあるんで、まあノーシンカーでも、まあベイトタックルを使っていても、最近のベイトタックルってね、ほんとねパヒョーンってね、軽いルアーも飛んでいきますから、これ軽いルアーではないので、非常にまあベイトタックルなんかで投げやすいんじゃないかなってね。はたまたちょっと強めのスピニングで、PE ラインなんかを組んで遠投で狙うなんていう使い方もね、しやすそうな、そんでそんな使い方した日にはもうとんでもない距離かっ飛んでいきそうなね、そんな重さじゃないかななんていうふうに思いますよ。はい、そんでね、あとね、目つけておこうかな。ダメちょっと起こしちゃってたね。瞬間接着剤使ったり、いろいろね付け方はあると思うんですけども、今回はこういう感じで、エポキシのね、接着剤があるので、これでつけようかなって。これちょっと柔軟性なんかもあるので、まあいいんじゃねえかなと思ってね。こんな感じで2本入っていて、これを混ぜ混ぜするとですね、この90ってやつは90分で効果開始するよっていうことで、結構いろんなものがね、しっかりとくっつくんで、好きで使っておりますけども、まあまたここら辺に置いておいて、でこう2つの液を合わせるんで、まあこんな感じで、何でもメモ紙とか何でもいいんですけど、まあ、ここら辺を準備してですね、で、手術を待っていただくこの人たちを置いて、まあ等量ずつですね、同じ量ずつ出していくってことなんで、目玉で使うんで、こんな、やべやべやべ、いっぱい出てきた、いっぱい出てきたね。結構ね、同じ量じゃないとね、効果が不安定になったりするんで、あ、こっちいっぱい出ちゃったんで、こっちもだからちょっとこんなもんかな。同じぐらいの、量を出してね。で、爪楊枝とかでいいと思うんですけども、今回はこんな針金で、これをね、こうみちみちとね合わせて、この混ざりが甘いとね、ちょっとなかなか接着が悪かったりするんで、こう何回もぐちぐちかき混ぜてですね、もう泡立つぐらい、それこそね、そんな感じで結構念入りに。まあ、これで結構ものによってはね、早く硬化するものとかいろいろあるんですけどもね、やっぱ目玉つけてて目玉が途中で取れちゃうとちょっと萎えますからね。あれなくなっちゃったってね。ルアー釣り結構気持ちから入るところ多いじゃないですか。だから今回はね、このもうね、開封して速攻でエポキシでね、がっつりとね合わせようかな。まあ今どうでしょうな、もう1分ぐらい混ぜてんのかな、なんか喋りながらですから、皆さんどんな感じのとこで使えますか。これ結構ね、なんだろう、サイズ感的に本当ギル系のルアーってね、ほんそこのマッチザギルな感じのね、ブッシュによって結構でっかいギルいっぱいいるなってところから、あ、チギルいっぱいいるなっていろいろあるじゃないですか。やっぱそこのいるギルにね、サイズ感を合わせていくとよう釣れるっていう印象があるので、はいはい、じゃあ混ぜてね、混ぜたので点眼していきます。こういう感じの赤いアイがついてますね。これを、ね、ずらして、ケツの方をして、ね、
やー、こういう地味な作業ね、たまにね。で、買ったばっかりの時にやんないとね。これ前もなんかで言ったんですけど、あの釣り場について瞬間接着剤でやろうとかすると、あの釣りしたい気持ちの方が勝ってね、なかなかやんないで終わるっていうパターンがあるんでね。あの今回は、買ってきて開封して速攻でね、こういう地味な作業に入っておりますね。ケツの方にして、まあほんとね、細かいパーツなんで、今ねちょっとつけすぎたかなって、はみ出し気味だななんていう感じですけども、瞬間接着剤でもいいんですけど、結構白くね濁ったりしちゃうんで、ね、湿度とかによっては、あとはつけすぎたりしたらね、こういうエポキシのやつで、まあまだねしばらくちょっと釣り行く予定がないんで、まあしっかり乾かせるだろうという目論みでねつけております。はい、今ね片側つけ終わったんで、もう片側もねはい、いやこれ釣り場でやるの無理だ。皆さんね、お家にいて夜の暇な時間とかにね、こういう感じでやるといいんじゃないですか。でこうなんか、ここまでやったから絶対釣れるぞなんて気持ちが入るとね、やっぱりねルアーってね、釣れたり釣れなかったり、まあまあこれは釣れるんじゃねえかなっていうね、そんなワームなんで期待してるんですけどもね。あと2個、あと2個ね。はいはいはい、いや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 、地味な作業が続いておりますが、はい、あーなんか変な、ずれたとこ行った、ずれたとこ行った、そこじゃない、そこじゃない、そこじゃない、くぼみに行け。ラス1、ラス1です。おーい、お、はい、うまいこと言った。結構ね、丈夫につくんでね、まあこんな感じで、そうっすね、今全部つけてみましたけども、だいぶ精悍な顔つきになったんじゃないですか。この色もいいっすね。まあ、こんな感じでね、今、エポキシでつけてみましたけども、ギルフラットジュニア。ね。活躍してくれそうな。で、あ、そっか。ね。水槽を買ったんで、水中アクション見てえなと思ったんですけども、ちょっとこれ1日ぐらいはね、ゆっくり乾かしてっていう感じなんで、近日中にね、この目玉付きのもので乾いたら、各ね、いろんなリグで水中でどんな生めかしい動きするのかね、ここら辺も動画で撮ろうと思いますので、ね、ちょっと、1日は乾かしたいかな、ちょっとこんな感じで乾かしてね、それでもって、やっていこうって思いますので、で、せっかくこのフロート、ああ、起こした。フロートなんかもあるので、ここら辺を入れ込んでっていうのもやりたいので、ね、少々お待ちくださいということで、はい。まあ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 、ちょっとやろうと思っていた作業はできたんで、っていう感じですね。というわけで、本日はですね、新しく一世から出たですね、期待のワームですね、ギルフラットジュニア、これをね、開封してね、目玉付けまで行ったよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。